お久しぶりです、トーマスです。今日はね、JBL ツアープロ2レビューっていうのを行っていきたいと思います。こちらでございます。またイヤホンを購入をしてしまいました。お前は一体何回イヤホンを購入したら気が済むねんって言いたい気持ちわかる。ちょっと待ってほしい。今回はね、サウンドコアリバティ4プロ。これと比較していきたい最大の理由がございます。それがこちらですね。アンカーにまだ2万円は早すぎるというふうに、前回のこのイヤホンのレビュー動画で言い切ってしまったから。これがあるのにどうしてあなたはリバティ4プロを選ぼうとしているんですか？選ぶわけないよね。だって JBL やん。音絶対こっちの方が良さそうやん。イメージもいいやん。老舗イヤホンメーカーやん。というのもこのサウンドコアリバティ4プロアンカーが出した最新のプレミアムクラスのイヤホンではあるんやけど、お値段なんと2万円でございます。それまでのアンカーの常識を覆してしまったんです。1.5 万円以下の王者のはずだったアンカーが2万円になってしまった。アンカーは安さが売りじゃなかったのか。アンカーなんかに2万円を出せるのに JBL ツアープロ2を買わない理由があるだろうか。いや、ない。こういう結論を前回の動画で出してしまったんです。ただそれから時間が経つにつれて俺思うようになりました。それは本当ですかって、もうアホすぎるアンケートの設問みたいにはなるんやけど、あれ、そういえば俺 JBL ツアープロ2使ったことないのに、アンカーじゃなくて JBL の方がいいみたいなことを言い切ってしまったなーみたいなのが、もうしこりとして俺の心の中にずーっと上り続けてしまって、これちゃうかったらどうしようかなみたいなね。実はアンカー結構頑張ってんちゃうかなみたいなね。そうなのよね。これね、結局、買って試してみないと、フェアではないんじゃないかと思いまして、というか、心の底から俺が俺の言葉を信じられないという呪縛に囚われてしまったがゆえに、今回この2機種ですね、19,900 円と23,400 円ぐらいやったと思う、この同価格帯で買えるイヤホンを戦わせていきたいという動画になります。ただですね、事前に言っておきたいことがあります。それがですね、俺のイヤホンの値段はここでストップっていうこと。もうこれ、言わずもがなではあるんやけど、もう当初から何回も言ってる話ではあるんですが、俺の想定していた予定よりも大幅にイヤホンの価格が上振れしております。もう一回冷静になって考えてみてほしいのは、イヤホンに2万円。高すぎるて。もう何回も言うけど、イヤホンに2万円なんかをかけていいのは、平屋ででっかい持ち家があって、庭にプールがあって、そして大きなゴールデンレトリバーを購入してもまだお金が余っている人が、ようやく2万円のイヤホンでも買ってみようかなっていうぐらいの余裕がないと買えない無駄な商品価格帯やと俺は思ってるから、もうあれです。みんなね、無線イヤホンで感覚いかれてもうてんのよ。我々は養豚場の豚同然に飼い鳴らされてしまっているんです。ブヒブヒ。ブヒブヒ。先般はアップルの AirPods ですよ。プロになったことによってなぜか3万円と飛ぶように売れてしまいました。ものすごい利益もね、ティム・クック笑いが止まらんらしい。いつ社長室の前を通っても、わっは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 。笑い声が聞こえてくると。会議も会議にならんと、にこやかでハートフルな社風になってしまってるというふうに聞いております。でも違うね。時の気持ちを思い出してほしい。俺中学1年生の時、ポータプロ1万円で買うのものすごい躊躇した。もうこれが清水寺の舞台かーって思ったのに。どうしたんだよ、おめえら。いつの間にそんなブルジョアになっちまったんだよ。ブヒブヒ。ブヒブヒ。平屋じゃないんやろ？プールついてないんやろ？ゴールデンレトリバーおらんねやろ？じゃあ、イヤホンに2万円はおかしいよね。本来は 1.5 万円ですら高かったはずやね。もう一回、時の気持ちを思い出して金の配分を考え直してほしいというのが俺の意見になります。ブヒブヒ。ブヒブヒ。とはいえ、トーマスと時代は変わったんだ。令和へ早く来い。そう言われると、俺も返す言葉がないっていうのが正直なところ、その最大の理由、こちらですね。音楽を聴かない人にもイヤホンが求められる時代になってしまったんです。令和へようこそ。音声コンテンツが世の中にあまりにも溢れすぎている現状。YouTube 聞きますか？ Podcast 聞きますか？ Voicy 聞きますか？耳で学ぶ時代なんて言われたりもするぐらいに、イヤホンでの情報収集というのが一般化してきてしまっている。実際に私ですね、これイヤホン購入をしましたが、音楽一切聞いておりません。何を聞いてるんですか？ YouTube。 はい、 YouTube 見て、唇見て、 YouTube。 もしくは仕事する時とかに、カーのせせらぎっていうのを YouTube、 これまた YouTube でね、流して集中するみたいな使い方しかしていないのに、イヤホンを使ってる。そうなのよ、イヤホンはもう音楽を聞くためだけにあるものではないのよ。さらに最近のイヤホン、非常に多機能化をしております。ノイズキャンセリング登場しております。 AirPods Pro 3万円。もうティム・クックは
ハッ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 ずーっと聞こえてくるらしい。ただこれ実際革命的やって、ノイズキャンセリングが登場することによってイヤホンはストレスを防止するためのデバイスにもなり上がったのよ。寝る前うるさいイヤホンつけて寝てる人いるらしいです。カフェうるさい仕事集中したいイヤホンつけたら周りの音さって消えんね。ちびっこうるさいイヤホンつけたらちびっこシュンって消えんね。そうイヤホンはマインドフルネスの手段の一つにもなりつつあるんです。これ耳に入れて周りの音消してヒーリングミュージック流してみて、ものすごい癒されるから。つまりこれ隠しようがない事実として、我々にとってイヤホンの重要性というのは上がり続けているんです。音楽を聴くだけではない、情報収集、マインドフルネス、しかも無線、超便利。じゃあまあある程度の金額は許容してばええんちゃうかな。お手や言うてるやろ、お手お手お手。ところで JBL どういうメーカーかっていうところからご説明をさせていただきます。もうこんなんみんな知ってるから今更言うまでもないんやけど、JBL っていうのは1946年にアメリカのカリフォルニア州で創業された老舗オーディオメーカーとなっており、ハーマングループ、あの泣く子も黙るハーマングループの一角です。そのグループの中に入っている名だたるオーディオメーカーたち JBL ございます。ハーマンカードン、インフィニティ、聞いたこともない。マーク・レビンソン、なんか聞いたことあるかも。レキシコン知らん、アーカーゲー、俺ヘッドホン使ってる。アーカム知らん、スチューダー知らん、サウンドクラフト知らん、クラウン、DBX はなんか聞いたことあるかも。大体知らんけど、むちゃむちゃ老舗のオーディオメーカーを抱えているグループの一つ、それが JBL なんですが、なんとこのハーマングループですね、2017年にまるっと韓国のサムスン電子によって買収をされたことによって、現在はサムスンの傘下に入っております。意外よね、意外、そうなの、あの韓国の人口5000万人の面積九州ぐらいしかない国の傘下に入ってしまってるの、あの老舗のオーディオメーカーが。俺も思った。ただね、これね、結構歴史が面白くて、ハーマンはサムスンからの買取提案の拒否を株主に説明することができなかったんですって。なんとですね、2017年周辺にサムスンがハーマン株を 128%、現在よりも 28% も上乗せして購入をすることを提案を申し入れました。つまりこれどういうことか、今現在ハーマンの株を持っている株主たちが 28% も儲かってしまうという、むちゃむちゃハーマンの株主にとって美味しい話だったんですね。でももうハーマンは乗り気じゃなかったんやって。だから株主総会で株主に、皆さん今現在サムスンから 128% での買い入れの申し入れが来ておりますっていう風に伝えたところ、株主からそんなアメリカが誇る老舗オーディオメーカーを海外に売ってもってたまるかって言われるかと思ったら、ええやんって言われてんて。なぜなら株主 28% 儲かっちゃうからね。ただハーマンは1億食い下がって、できれば下げたいというふうに私このように考えている次第ですって言ったところ、株主から、あ、じゃあ拒否するなら他の方法で株価 28% 上げてなって言われたところ、ハーマンはできません、いやもうちょっと頑張って考えたりしたらええやん、いや株価 28% 我々にはできませんってなった結果、買収を受け入れるに至ったと。ここは潔いんやね。まあそれぐらいこの 28% っていうのがインパクトがあったらしい。ただ2017年にサムスン電子に買収をされてからというものの、ディスプレイオーディオ分野で強力なシナジーを生み出してしまっているらしくってですね、もう名だたる高級車、レクサス、ベンツ、BMW、ボルボなどのスピーカーをハーマンがもともと担当していたところに、その操作するためのディスプレイ周辺よね、それをサムスンが担当したということで、2023年にはハーマンが過去最高の売り上げを叩き出しているという状況らしいです。ただこういう歴史を除いたとしても、俺としては実は意外とハーマンカードは結構好きだったりします。というのも、一番最初に知ったのがソフトバンクがアコースクリスタルの販売とともにばらまいたオニックススタジオ、これですね。こういう CM 流れてたの覚えてますね。この犬がなんかスピーカー触れてブルルルルルみたいな、このスピーカーが実はハーマンカードン製だったんですね。に伴って各ショップ、家電量販店でオニックススタジオから爆音が流れているという時代がありました。で、俺はそれを聞くたんびに、何この迫力のある音、もう圧がすごいのよ。ボーカルの聞きやすさが半端じゃなくって、俺ね、オニックスタジオ中古で2つ買ったからね。さらにこのインパクトがすごかったから、俺東京では数年間サウンドスティックスっていう、これもハーマンカードン製のこういうスピーカー、まあ有名なデザインのやつではあるんやけど、これを使ってた時代もあるぐらいに、俺ちょっとハーマンカードン推しだった時代があるんやけど、まあ年齢を重ねることによって音質なんかどうでもええんちゃうみたいな考えに変わっていった結果、これも売却してしまっている状況ではあるんやけど、その他ですね、さっきも言ったけど、高級車のスピーカーとかライブ会場、まあライブな
んか俺いかんから知らんねんけど、いろんなところでハーマンカードンっていう文字自体は見かけます。パソコンのスピーカーの隣にも結構ついてたりします。それぐらい老舗であり信頼が置かれているメーカーだから、俺は割と推してたのグループの JBL が作ってるイヤホンということなので、まあこれ結構期待できるんちゃうっていうふうに思ってた節はあります。そんな JBL ツアープロ2、これ機能全部入りイヤホンです。2023年3月10日に3万3000円で発売されていたイヤホン、もうしっかりしたいい値段しております。しかも老舗メーカーということなので、実は妥協も全くないんです。これね、最大の特徴、世界初のタッチディスプレイを搭載しました。これ全然使いません、どうせスマホでできるから。でも素敵やん、使わんよ使わんよ、素敵やん。さらに長時間バッテリーですね。イヤホン単体で10時間、ケース込みで40時間、この数字はサウンドコアリバティ4プロと全く同じです。だけじゃない、強めのノイズキャンセリング入ってます。複数のスマホパソコンとつなげるマルチポイントにも対応、無線充電にだって対応しているんです。どうですかこのボディ、ポッポッポッポディ、さすが元33,000円、あ、プレミア感が素晴らしい。うわ、キラ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 。このサウンドコアリバティ4プロはまあこっちもしで悪くはないな。でこれさっきも言ったけど、ディスプレイ搭載イヤホンとしては元祖になります。ここのディスプレイでいろんなことできちゃいます。もちろん使いません、最初だけです。でも素敵やん。それはこのサウンドコアリバティ4プロも全く一緒ですね。ここディスプレイあるけど全く使いません、見ません。値段を下げてくれ、値段を下げてくれ。一応重量測っときますね。 84g、 それなりに重いんですが、 63g、 こっちの方が軽いけど、まあどうでもいいよね。大きさも一緒、まあ開けやすさはこっちが断然いいね。こっちは絶対両手がないと無理やし、これちょっと神経使うな。おお、大丈夫か、落とすなよ落とすなよ、高いぞ。こっちはシュンシュン、あ、取り出しやすい、いいですね。イヤホンのサイズも一応比較しますか。すごいね、これ独特な形をしていて、ここ薄型なのよね。すごい耳にねすっぽりと収まってしまう。こっちね結構飛び出してるから、ここが横になった時とか当たるなっていう感覚はありますね。操作はこれタッチ式ですね。こっちがつまみ式ということになります。キラキラしてていいですね、高級感あります。それは元ね3万3000円やからね。とにかくおしゃれ、もうヤングでナウイって覚えておいて。もちろんこれ最近のイヤホンでは当たり前になりつつあるんやけど、無線充電に対応しております。充電も表示されて分かりやすい、嬉しいね。それはリバティ4プロも全く同じということになります。だからあの家の中帰ってきたらもう丸型の無線充電器買っといて、そこに絶対置くと、置くとするとバッテリー切れとはお別れできます。これが無線充電対応イヤホンのいいところ、バッテリーを一生気にしなくてよくなります。ところで肝心の音質はどうなんやと。これね、俺クソ耳を自負してはいるんですが、慎みながら評価をさせていただいたところですね、これもものすごいね。クソ耳の俺がビビった、全然違う、全然違う。言うなればよ、サウンドコアリバティ4プロと比べると、こっちで聞くと壁一枚なくなる感覚ありましたね。もうね、ボーカルが一歩前に来てくれて、俺のすぐ目の前でボーカルが歌ってくれてるかのように聞こえますね。だけでなく、楽器ですね、それぞれがなぜか独立して聞こえてしまうんですね。そんなはずないんやね、だってイヤホンなんか出口一箇所やからね。ここ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 、これもね、 JBL ツアープロ2もここね、ここここから音が鳴る、ここだけね、ここだけからしか音鳴らへんねんで、なのに独立して聞こえる。そう、そんなことあんの。それもそのはずやと。そもそも JBL ツアープロ2元値3万3000円です。繰り返しになりますが、ハイエンドイヤホンなんです。この定価2万円のサウンドコアリバティ4プロとは元値が違うんです。それがたまたま JBL ツアープロ3後継機が出てしまったがゆえに、現在は在庫処分中の状況だから、今は2万円で販売されているだけ。老舗メーカーの JBL と元値3万3000円が組み合わさってるんやから、そら元値2万円のサウンドコアリバティ4プロが勝てるわけがないじゃないですか。まさに音楽を聴きたい全ての人にお勧めできるイヤホン、それが JBL ツアープロ2なんじゃないかと思いますね。いやー、買ってよかった、これはお買い得、ラッキーやったね、今このタイミングで買えて嬉しい。ただですね、俺はリバティ4プロをメインで使い続けることにしました。その理由がこれね、ノイズキャンセリングがこれむっちゃ強いんやけど、こっちの方がわずかながらに強いと、もうこれ比較しないとわからんぐらいなんやけど、ちょっとだけ強いね。つまり、電車移動してます私、トンネルの中に入るとうるさくて仕方ないんやけど、これがあるとちょっと楽になるのよね。川の流れとか流しちゃってね、とかも家にちびっこいます、もううるさくてしょうがないんやけど、これがあるとちびっこ消えんねんな。で、あともう一個言うなら、マイク音質がちょっとノイズに強いかなと。結果、ハンズフリー通話がより快適に行える可能性が高まると。できれば電話してるときは相手に俺の声もクリアに聞いてほしい。それによってコミュニケーションコストを下げたいという思いはあります。OK、まずは JBL ツアープロ2の無音環境でのマイク音質を体感してほしい。
次にサウンドコアリバティ4プロの無音環境でのマイク音質を体感してほしい。次、今ここむちゃむちゃ騒音流れてます。2箇所から騒音を流している中で JBL ツアープロ2の騒音環境でのマイク音質を体感してほしい。どうだ、聞き取れてるか、うるさいか、うるさいか、騒音がちょっと入っちゃってる雰囲気あるんじゃないのか。一方でこちらサウンドコアリバティ4プロですね、どうでしょう。ものすごい騒音環境の中なのにもかかわらず俺の声がスムーズに聞こえてしまっているんじゃないんでしょうか。これ後で聞いてちゃうかったらちょっと恥ずかしいな。全然番犬の役目を果たせてない番犬がいる。そして最後ですね、マルチポイントが爆速なんです。サウンドがリバティ4プロ、これ切り替え1秒2秒で切り替わってしまいます。対して JBL ツアープロ2ですね、これ使い物にならん。切り替えまで8秒9秒、当たり前、待ってられません。マルチポイントテストいきます。まずは JBL ツアープロ2から。パソコン聞こえる、スマホ聞こえる、おっそおっそ、パソコン聞こえる、パソコンは早いな、スマホ聞こえる、おっそおっそおっ、使えるかこんなもん。次はサウンドコアリバティ4プロ、パソコン聞こえる、スマホ聞こえる、でパソコン聞こえる、スマホ聞こえる、早すぎる。そして何よりも JBL ツアープロ2ではなくサウンドコアリバティ4プロを使い続けることにした最大の理由、こちらです。音楽を全く聴かないから。そう、繰り返しになるけど YouTube と川のせせらぎしか聴かない。結果ですね、音に圧倒的な定評がある JBL ツアープロ2のメリットが消えてしまったが、ゆえにソフトウェアで優秀だったリバティ4プロを選ぶことになってしまったと。まあ、これに関してはどうしても発売時期が1年違います。2023年2024年やから、そら中身は明確に進化してきますわって話。すると気になるのが JBL ツアープロ2の後継機。もう皆まで言うな、わかるから、もう一緒に言おう、一緒にみんなで言おう、 JBL ツアープロ3は最強ですか。そこに関して俺はもう知らんとしか言えない、全くわからん、買ってない、買ってないし知る由もない。その理由、なんでかわかるな？イヤホンに4万円はまだ出せないからなんですね。一番最初にも言ってるよな。平屋の家、まだ買ってないな。庭にプール、まだついてないな。ゴールデンレトリバー、まだ買ってないな。じゃあ、イヤホンに4万円は出せないよね。ということで、JBL ツアープロ3中身どれぐらいすごくなってるのかっていうのは、他のガジェット YouTuber を参照してください。ただし、そこにはお値段4万円という高すぎる壁が立ちはだかるということだけは忘れないようにしていただきたい。覚悟を持って挑んでほしい。で、一応その他 JBL ツアープロ2のいまいちなところも羅列はしてるんやけど、これ正直どうでもいいです。もうそんな気にならないから軽く聞いといて。まず外音取り組みひどいです。サウンドコアリバティ4プロと同じぐらいひどい。使えなくはないよ。使えなくはないけど、AirPods Pro が圧倒的。で、このディスプレイ、素敵やん？素敵な無駄でした。あ、もう全く使いません。まあ、分かってたけどね、こんな。絶対スマホの方が便利やん。そらそうやん。こんなん使うわけないやん。あと、まあ、JBL のイヤホンは操作のカスタマイズ性がちょっと低いかなと。ワンタップ、ツータップ、スリータップで操作はできるんやけど、その操作を自由に割り当てることはできません。3パターン用意されているものの中から好きなものをお選びください。対して、このサウンドコアリバティ4 Pro、自由自在にカスタマイズができてしまいます。ただ、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいかな。そんな重要ではないわ、ここは。で、じゃあ、総合的に判断するとどうなるのか。それは多くの人には JBL ツアープロ2が最適になると思って、いいでしょう。まあ、ノイズキャンセリング、ちょっとだけサウンドコアリバティ4プロの方が強いんやけど、まあ、誤差でしょう。マイク音質、ちょっとだけサウンドコアリバティ4プロの方がいいと俺は思うんやけど、まあ、誤差でしょう。マルチポイント、これもう全然差ある。圧倒的にこっちの方がいいんやけど、そんな使うんよね。わかる。俺もそんな使ってない。で、イヤホンの操作のカスタマイズ性、圧倒的にリバティ4プロの方が上やけど、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいよね。逆に、音質ですね。これに関しては JBL ツアープロ2が圧倒的に強敵でございます。で、おそらくではあるんやけど、今現在イヤホン、しかも高いイヤホンを買おうとしている人に関しては、俺と違って音楽を楽しむために買いたいと思っているはず。なのであれば、そんなあなたへの最適解はこのリバティ4プロではなく JBL ツアープロ2ということになります。逆に音楽全然聴かんと、ガジェットとして使いたいという人はサウンドがリバティ4プロでもいいし、もう全然それ以下のイヤホンでもいい。まあ、俺は基本的には P40i をおすすめしたいとは思っています。ただ一
個だけ訂正をさせていただきたいのは、案外意外と頑張ってたなっていうこと。そうなんですよね。2万円のイヤホンとしては妥当かもしれないという判断に至りました。確かに今現在は JBL ツアープロ2が2万3000円という激安価格で売られている中で、アンカーのサウンドかリバティ4プロを購入するのは難しいところではあるんやけど、それは元値3万3000円のイヤホンが処分セールを行われている状況だからであって、じゃあ定価で見比べてみましょうよってなったら、サウンドかリバティ4プロ、ノイキャン、マイク、マルチポイント着実に進化してます。もちろん音質は全然及んでないよ、明確に及んでないし、まだまだ研究の余地はあるんですが、ま、定価2万円ならまあいいんちゃうかな。だってこれが今安すぎるだけやからね。これ今在庫処分セール中でなくなります。なくなったらこの世から2万円のハイコスパイヤホンは消えます。そうなるとリバティ4プロを王者に君臨するかもしれないね。いうことなので、まあ、前回の動画一部訂正させていただきつつお詫びをさせていただければなと。そして、アンカー先生のですね、次回作、音質がさらに改善をされて、外音取り込みも良くなって、できればお値段据え置き、もしくは1万5000円まで落としてくれたりしたら、より嬉しいかなというふうには思っておりますので、まあ、無理かな。サウンドがリバティ5の前に多分、アッシュがいろいろ出てくると思うから、それらでちょっと値下げを図ってもらうと、アンカーさんにはコスパを期待しておりますので、はい、これからも1.5 万円以下の王というところを死守していただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上となります。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信していくので、この動画が良かったなと思ってもらえればグッドボタンとあとチャンネル登録をお願いします。あとガジェマガっていうブログも運営をしていて、こちらも3日に1回で更新しているのでチェックしていただけるとありがたいです。あと書籍無駄の省き方出てます。買ってください。ツイッターやってます。フォローお願いします。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。